こんにちは。今回はこちらです。白峰の伊勢錦純米中取り室賀生原酒です。醸造元は奈良県は御所市千代酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、白米は伊勢錦、精米倍は 66%、 アルコール度数は16度というふうになっています。稲穂のラベルですね。グラスに注いだ状態になりました。今回は篠峰ですね。実は結構個人的に思い入れがあるというか、大好きな銘柄なんですけど、動画投稿を始めてかなり初期の頃ですね、コメント欄でこちらの超辛だったと思うんですけど、おすすめをいただいて、実際に飲んでみたら、あ、美味しいってなってですね、なので3年4年ぐらいの、それぐらいのファンなんですけれども、はい、にわかなんですけど、その後もいくつかラベルいただいてるんですけど、どれも安定して美味しいイメージですね。今回も間違いないと思いますよ。いつも通り順に報告していきます。まずは香りから。なみなみとついでますけどね。はい、まごうことなきフルーティー系です。問答無用にいい香りですね。実際に口に含みます。ああ、記憶していた、いや、先入観と言いますか、篠峰のイメージといつものイメージとちょっと違いますね。いつものはいつもので大好きなんですけど、こちらの方はですね、今回のこの伊勢錦のものですね、ドハマリーですね。個人的な好みにぴったりですね。はい、マスカットの、すいません、喋れてないですね。マスカットの風味がします。いいですね。いい香りです。そうなんですよ。フルーティー系ではあるんですけど、ちょっとこう、もうちょっと、またクラシカルとも違うんですけどね。日本酒っていう感じも、どこかほのかに感じるような、なんかそういう印象だったんですけど、振り切ってますよ。振り切って、今時の飲みやすいタイプです。それでいて、爽やかですね。めちゃくちゃ爽やかです。多分全然関係ないんですけど、クエン酸って今頭に浮かんでます。あ、そうなんですね。酸味ですね。クエン酸は絶対関係ないんですけど、なんかそういう言葉が出てくるぐらい酸味ですね。あ、決して酸っぱいってことはないんですけど、あくまでこう爽やかで、華やかな感じが演出されています。ああ、ほんといいですよ。味わいも濃いめだとは思うんですけど、あ、全然しつこくないんですよね。旨味ですね。旨味ベースだからだと思います。甘みの主張はほとんどないです。非常にこう、すっきりしていますね。すごい矛盾したこと言っちゃうんですけど、濃いのに軽快なんですよ。何ですかね。結構ね、濃厚でしっかりした、いわゆるその、ボディがしっかりしてるっていう感じになると思うんですけど、なのにね、軽快なんですよ。すごい矛盾してますね。いくらなんでもそんな矛盾したままじゃいけないので、整理すると、しっかり濃いんですけど、この華やかで爽やかな香りと、それから酸味の働きですね。これで、軽減とかじゃなくて、はい、もう、すっきりさせてくれています。なので、飲み応えと、爽やかさが同居するというですね、ありがたい組み合わせになってますね。そこに、マスカットを感じさせるような、華やかな香りが乗るので、いや、もう本当に問答無用です。初めていただいたのが超辛だったので、やっぱりこうドライ感の印象が強いんですよね。もはやこう先入観になってるんですけど、こちらはそうでもないですね。ドライ感そんなに強くないと思います。ただかすかに喉を通した後に焼けるような感じ、口内というよりは食道のあたりですね、こうカッカカッカするような感じが、お酒感はありますね。ただ口内をひりつかせるような感じはありません。泡つかなくても私は感じないですね。いや、でも、それくらいでちょうどいいんだと思います。飲みやすくていい感じですね。なみなみついたんですけど、すぐなくなっちゃいましたね。といったところです。
今回もレビュー部分をご視聴いただき本当にありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。到着しました。四の峰やクジラでおなじみの千代酒造さんです。創業は1873年、明治維新の最中ということですね。直売はおろか、看板すら見当たらないのですが、実際に訪れることができたことに満足します。念願かなって千代酒造さんまで来たんですけど、あいにく直売らしきものが見当たらなかったですね。お休みなのかそもそもないのかそこまで分かんなかったんですけど、まあそれでも外観マニアとしては十分というか、いい経験になりましたよ。そんなわけでこの何にもない道をまっすぐまっすぐ御所駅に向かいたいと思います。こんにちは。本日は2023年11月の8日水曜日です。午前中からですね、平日休みで家事なんかをバタバタやってたんですけど、今夕方の5時になろうとしています。スマホをいじくってたらこんな気になるキャンペーンを見つけましたよ。こう食べて応援海の幸キャンペーンですね。よくよく見ていくと、要するに1000円を上限にこうポイントのバッグがあるということで、こう一攫千金のチャンスですね。大金持ちになれそうです。そんなわけでお外に出てきました。まだ5時だというのに真っ暗ですよ。しっかり日は短くなってるんですね。外は結構寒いですね。夕方にもなるとさすがにって感じです。なんか昨日は27度とか11月なのにとんでもないっていう風にニュースで見ましたけど、さすがに夕方は冷えます。あ、シャンプー買わなきゃ。無事にシャンプーを買いました。回るお寿司ですけどね、回るタイプでもやっぱりお寿司はお寿司ですから、楽しみですね。もともとこちらの美咲さんに伺うつもりでしたが、日本酒の有無あったとして銘柄の確認ができなかったので、お隣のこちらの水に変更しました。実は前から気になっていたのでいい機会です。テーブル席での注文はタブレットを使用するタイプです。早速お酒を確認。確か水芸があったはず。おお、あったあったと注文。久しぶりです。そんなこんなでバシバシ片付けていきます。値段がリーズナブルなのにしっかり美味しかったです。握りで締めとします。ハマチとヒラメ、本マグロ、中トロ2貫とアナゴです。秒で完食、ごちそうさまでした。あれだけ食べてお酒も飲んで合計が5000円未満です。刺し盛りだけ1200円で、あとは全部1000円未満というありがたい価格設定でした。思ったよりしっかりめに食べちゃいました。お腹いっぱいですね。お酒も1合しか飲んでないんですけど、結構効いてます。ほろ酔いですよ。ちょうどいい感じです。こうなった以上アイスを買っていかないといけません。無事に帰宅してもうアイスも食べました。最近これよく食べるんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。調子に乗って2つ食べちゃいましたよ。デブが止まりません。あ、そうそう、もともと目的だったポイントゲットですが、うまいこといきました。
1000ポイントをもらえて、これで私も大富豪です。